こんばんは。こんにちはかまな。今何時だっけ。え、もう17時半なの？早っ。もう17時半か。早っ。17時半か、早いですね。17時半。今日は温泉行きました。岩盤浴。めっちゃ汗かいた。めちゃめちゃ汗かけてよかった。そう、岩盤浴行って、お仕事行って、そうで、今終わって、あの歌の練習してました。そう、なんか卒業公演まで、そう、なんか普通に太ってはいないんだけど、今顔とかね、すっきりはしてるんだけど、なんか激痩せしたかって言われたら全然激痩せしてない。なんか予想と違う卒業公演までのボディメイクでした。でもあと4日でしょ。やばいよ、ちょっとウエスト細くしなきゃ。足とウエストを集中的にちょっとトレーニングしていきます、今日から。で、一色にします、今日から。ガチ一色、一色っていうか、バナナとか中華に食べていいけど、ご飯類とかは食べないようにしよう。ちょっとやばいわ、げっそりさせたいのに。今も全然いいんですけど、いいんですけどね。なんか AKB の曲でカラオケ配信する？やっぱ誰かいた。 AKB の曲でカラオケ配信する？え、今6時半だっけ？なんかカラオケ配信する？カラオケ配信できますけど。5時半か。あ、なら全然いい。カラオケ配信できるけど、何歌えばいい？何歌ってほしいですか？ライムさん、ありがとうございます。あ、やばい。何を歌おう？何歌おうかな。何がいいとかありませんか？
AKB でしょ。まだラブ歌ってないよ。うわごめん、めっちゃあくびしてた。気づいたら人気じゃん。Give me five 卒業するから。今さ、スピーカーの後ろにいるから全然音聞こえないわ。あ、桜の歌が街に流れ、あがというまだ。場所変更しようかな。全然聞こえないんだけど。その片隅、みんなでこうそり寄せ書きした。制服はもう脱んだ。春の風に吹かれながらね。音遠いよね。Good.
の日々にまだ言えなかったありがとうを吐いたがちで AKB 画角めっちゃ悪いよ絶対。ちょっと待って。どう？あ、いいんじゃない？これでいいんじゃない？多すぎ？これでいいんじゃない？何がいいかな。何にしよう。私が卒業公演で歌いたかったんだけどダメだったやつ、ダメだったっていうか、なんだっけ、立ち位置ってダメだったっていうか普通にダメだったあ、ないわ。てか練習してないから歌えるか分かんない。これどこまで見えてんの？ダメっていうか選ばなかった。え、なにこれ、え、なにこれ、なんか変な設定になってるんですけど。なにこれ、なにこれ、出会いの中で続くものって未来のために選ばれたもの、偶然の二人を超えて一つの愛が生まれたんだ。これ歌いたかったのに、これが一番歌いたかったんですけどね。
いつもの街横断歩道をすれ違う人のように私にとって思い出せない一瞬だけの友達もいる出会いの中で続くものって理由がややって惹かれ合うものなぜなのか気づかないまま次の約束何度も繰り返す最初はただの知り合いなのに次第に心許し合ってくそんな無意識のプロセスいつの間にか大事な人になる高ぶるような感情じゃなく相性かもしれないね目の前にいてほっとできたり気を使わないあなただやったの出会いの中で続くものって一番自然な関係性よわがままな私も全てあなたにならば見せてこられたから他の誰かと知り合いやったって変わることなく突き上げたんだ会えない時も胸の奥思いだけはずっと続いている確かめる必要ない私のこととかどう思ってるかなんて言葉より信頼できるのは明日も待っていることそうは意図は自然とだ残るものはかけがえない真実これめっちゃ歌いたかったんですよねああああ出会いの中で続くものって未来のために選ばれたものいっぱい別れ繰り返してたった一人結ばれる誰かを探しているんだ出会いの中で続くものって理由がややって惹かれ合うものなぜなのか気づかないまま次の約束何度も繰り返す最初はただの知り合いなのに次第に心許し合ってくそんな無意識のプロセスいつの間にか大事な人になるあなただけっていうのを歌いたかったんですよこれなんか嫌なんだけど消す消すなんかさ勝手に曲選ぶとさなるんだけどなんで？なんか聞きたいのあるかな？なんかリクエスト欲しい1曲目ですまだリクエストないと終わりますよめちゃめちゃ最後ますリクエストないと消すなんか私があいいなって思ったら歌います彼女は公園で歌うからダメ公園で歌うので公園に来た人とオンデマ彼女は有料に今有料で撮ってるじゃんお金有料で聞くものじゃんだからダメ
だからダメ。でも声やばい、歌いすぎて。青春のラップタイムね。クリスマスツリー、そんな歌あるっけ。あなたのクリスマスイブじゃなくて、歌えないけど。AKB 縛り、HKT さんでもいいし、NBE さんでもいいし、今 NNB さん歌うよ。4分44秒だって。不吉な数字。なんか今日めっちゃあくび出る、なんで？みんなもリクエスト打っといてね。君との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしないだろう。学校を出て駅までの道、
何にしよう。ティーチャーティーチャー歌えるのかな。ティーチャーティーチャー歌えんのかな、私踊ったことすらないのに。だいたい曲って4分半とかなんだ。4分以上なんだね。喉痛くなってきた。喉飴かばないと。え、本人映像だ。違うかな、本人映像だ多分。え、絶対本人映像じゃん。わあ。待って、これっていいんだっけ。怖いから一応押したの。学校じゃ気づいていなかった。街で会ってハートしてしまった。男性だって今さら思い出した。イケてるんじゃない。声かけようか迷って、こぼれそうなカフェラテて、運命とは奥のって話を聞かせて。誰かに見られて噂されても私は平気。ティーチャーティーチャーなぜ逃げ腰で。ティーチャーティーチャーなぜ頬を埋めるのかしら。ティーチャーティーチャーなぜ私とは。ティーチャーティーチャーなぜこんな距離を置くの。ティーチャーティーチャーなぜ教え子は。ティーチャーティーチャーなぜ恋愛対象外。ティーチャーティーチャーなぜプライベートは。ティーチャーティーチャーなぜよそよそしい。いつもと違う今日の先生は。危なバンされるとこだった。で、前髪切ったから短い。切んなきゃよかった。今日も見がなかった。髪型が地味だと思って。マイカパパより年。わかんないここ。こんなダンスなの2番。抱きついてもいい。ティーチャーティーチャー今さりげなく。ティーチャーティーチャー今腕をすり抜けて。ティーチャーティーチャー今ただこう。ティーチャーティーチャー今まるで愛すように。ティーチャーティーチャー今気をつけて。ティーチャーティーチャー今帰りなさいなんて。ティーチャーティーチャー今カフェドラマで。めっちゃ多くない？ティーチャーティーチャー人。
つも教えてもらってるけれど、愛について教えてあげるわ。まあもっともっと楽しい時間、これからは全てを任せてお願い。ティーチャーティーチャーさあ、常識はティーチャーティーチャーさあ、忘れてちょうだい。ティーチャーティーチャーさあ、今日だけはティーチャーティーチャーさあ、一人占めさせて。ティーチャーティーチャー、なぜ人間越しで。ティーチャーティーチャー、なぜ微笑むのかしら。ティーチャーティーチャー、なぜ私とは。ティーチャーティーチャー、なぜこんな距離を分かる。ティーチャーティーチャー、なぜ教え子は。ティーチャーティーチャー、なぜ恋愛対象外。ティーチャーティーチャー、なぜプライベートは。ティーチャーティーチャー、なぜよそよそしい。いつもと違う今日の先生。わーい、高いね、疲れた。喉いった、頭に。ピーちゃんさん、ありがとうございます。一曲に何回ティーチャーって言ってんだろう。え、確かに。どうしても君が好きだわ、こないだみたいな。え、あと何がいいかな。もうちょっと何がいい。泣きながら微笑んで歌えないな。あ、本当は昔キャンディーユニットでねやる予定だったんですけど、できなかったから歌う。前ねやる予定だったんだけど、レッスンまでして披露せずになりましたね。なんかのコンサートでもキャンディーする予定だったんだよね。中止か延期になったやつで。そうで、キャンディー、キャンディーね、私3回ぐらい本当はやる予定だったの、 AKB 人生。キャンディひとつさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい。元気だ、ララ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 ラ。Everybody get everybody suck。50cc バイクでちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり、日差しがうらら。 iPod でミュージックお気に入りのカエラ。嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。キャンディひとつはほっぺの中、幸せになれる呪文みたい。エビバリゲッエビバリ、さあどこへ行こうか。女の子は楽天天気、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めてる。商店街走って振り間を覗いて、知り合いに手を振って、雑誌を買って、泣き虫な子供をたまらせるように、ご褒美があればもっと頑張れると思う。キャンディひとつさ口に触れて、文句とか愚痴は言わなくなる。エビバリゲッエビバリさ、何をしようか。女の子は気分屋さん、
今よりももっと楽しいことをいつも求めて雨を探してる涙がこぼれてしまう時はポケットからさああの魔法エビバリファイエビバリファイキャンディひとつパンほっぺの中幸せになれる呪文みたいエビバリゲッエビバリさあどこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてるララ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 ラエビバリゲッエビバリさあと一曲とか。ごめんね僕のジェルとか。やったよね。ユニットで。どんな歌だっけ？ごめんね僕のジュエル。離さない君のこと。と話はしない。会えなくて。切なさでいっぱい。あ、なんだっけ。ごめんね僕のジュエル。懐かしい。どんな歌だっけ。オープンカフェ。全然わかんない。全然わかんなかった。全然わかんなかった。AKB と。365日の紙飛行機が一番これは初期の時に福岡じゃないや山梨ツアーで歌った曲ですね。これは今からはなんか山梨ツアーらへんってめっちゃ大変だったから覚えるのがねだからなんかいろいろ覚えてる。卒業公演これ入れればよかった。超後悔。まあでもいい歌多いので楽しみに。人混みの中
でもすぐわかる。なぜからあなただけに目が行く。その場所だけ光が差してるって。みんなは信じてないけど本当なの。愛はいつも不思議な力、そこにあるだけで輝くの。森とどこか違ってもあなたにはオーラがある。昨日よりもっと好き、会うたびに惹かれる。友達でいたいのにもう無理よ、楽になりたい。彼女とかいるのかな、もしいたらどうしよう。考えると時々と胸が苦しくなるよ。好きすぎて。私のこと見つけて微笑んで、大場にて招きする。街角わかんない、世界一素敵に見えてくる。このまま時が止まってしまえばいい。恋はいつも狙ったように、このタイミングで現れる。付き合ってほしいと、わかんない、あと一曲、あと一曲。私は最強めっちゃ歌ってる人いるんだけど、あ、走れペンギン、あり、走れペンギン卒業公演に入れようか迷っ、最後の最後の迷ってやめました。でセンターを目指すんだってやばくない、最後なのにってなってやめました。さすがにやばくないってなってやめました。なんでセンターに目指すの最後にってなるからやめました。でしょ、いい曲なんだけどね。え、これも本人映像だよ。わあ懐かしい、泣きそう。走れペンギン聞くと、え、超懐かしい。走れペンギン、やばいんですけど。あなたのことを一番先に好きになったのは私よ。だけど何人もライバルとして言い出せなくなってしまった。仲のいい友達と競い合うなんて苦手。告白しない、気まずくなるなら胸の中から。やばい、泣いてるんだけど。多分ね、これ初期からの人しか知らない歌なんだよね。始まらない前に出ろよ、走れペンギン、そこにいたって。恋を手にするのは一等賞だけ。センターを目指すんだ。あ、待って、なんか外カメになってた。押しのけてまであなたのところへ行けない。みんな
言ったらそれでいい。地上では夢を見てずっと立っているなんて。泳ぎもするし歩きもするけど走り出すことはやめてる。飛べよペンギン可能性を思い出せよ諦めるな。飛べよペンギン自分のこと信じなくちゃもったいない。疲れた。だけどこれはねマジ初期の人しか私がなんで走るペンギン超懐かしいんですけど、そう本当に初期の時から応援してないと分かんないことなんですけど、ありがとうございます。じゃあ13位、ドクタケさんありがとうございます。12位、シュンさんありがとうございます。11位、おだしさんありがとうございます。10位、中身さんありがとうございます。9位は、ミロさんありがとうございます。8位は、天使閣さんありがとうございます。え、飛ばした誰か。飛ばしてないよね。7位、ハウスありがとうございます。6位、アンジュヨン、カンパンガタさんありがとうございます。5位、セッキーさんありがとうございます。4位、マボロシさんありがとうございます。3位、ライムさんありがとうございます。2位はマイヤセイナナさんありがとうございます。1位はピーちゃんさんです。ありがとうございます。誰も飛ばしてないよねランキング。じゃあそれじゃあみんなありがとう。またねまたね、ありがとう、バイバーイ。